どうもー、藤田です。はい、ということでね、今回紹介するナンバーはスーパーファミコンのナンバーよりドスンと、まあ、書いてありますけど、始まりの森ということで、SF メモリーガチャやってますけども、この SF メモリーでしかできないタイトルってことですね。まあ、Wii U とかで配信はありましたけど、最初はこれということですね。こちらの始まりの森なんですけども、1999年7月1日、任天堂さんから発売されたアドベンチャーゲームとなっております。その後ね、まあ、Wii と Wii U でも配信はされました。最初はこのメモリーカートリッジで発売されて、パッケージ版っていうのはもともとありませんでした。まあ、スーパーミコンで出た新鬼ヶ島みたいなアドベンチャーベースのところどころにアクションやミニゲームなどを盛り込んだ、ファミコン文庫シリーズということで第1弾で出てるんですけども、以降第2弾とか続編は残念ながら出ませんでしたね。主人公、子供が主人公で田舎の方に行って、なんか昭和風のノスタルジックな物語が展開していくという、まあ、ほのぼの系感動系みたいなシナリオでしたね。それでは始まりの森スタートです。プッシュエンニーキー、これもじゃあ最初からいきますね。選ぶのだ。田舎のお兄ちゃんの家に一人で遊びに行くことになったと、物語の始まりの森ですね。したのだ。で、着きましたと。すまんすまん。で、改札を開けてもらうと。で、話す。駅長さん。それでは、このクズの木村ですね。クズの木村ではないです。思い切り楽しんでいっておくれ。うん。初めての一人旅。この夏休み一体どんな思い出が作れるのか、冒険の始まりです。少しだけ説明を。まず画面の中に黄色い三角のマークが出ているとき、そのときは歩けるものです。チュートリアルですね。画面の右下にこの鉛筆マークが出ていれば、スタートボタンを押すことによってセーブをすることもできます。まあ、最終的に、まあ、今ホタルを見るとかいうのもありますけども、最終的には不思議な女の子と会ったりとか、まあ日記を埋めていくみたいなことですかね。いろんな出来事においてですね。何をしようという目的っていうのはないわけですね。もっと近くで見たい。この柵を何としても越えたい。諦めないっていうな、選択肢を選ぶことによっていろんな、さらなる選択肢が出てくると。諦めるしかなかったじゃないですか、さっき。諦めない。壊していっちゃうってことですね。うわー、崖なのだ。まあ、こっち行くしかないような感じだったんですけどね。崖から滑り落ちちゃいました。危ないって言われたでしょ。まあ、こちらのね、 SF メモリーカートリッジなんですけども、ローソンさんの方で書き換えができたんですけども、もう少しね、それがメジャーになっていれば、このゲームもね、一般的に知られたんじゃないかななんて思っております。これも隠れた名作だと思うんでね、試してない方、ぜひぜひ試してみてください。ノスタルジックな、気持ちになるのかな。まあ、とにかく、まあ、感動要素も入っていたりするんでね。まあ、クリアまでどうだろう。5、6時間っていうとこですかね。まあまあ、物語としてはちょうどいいところだと思います。で、チュートリアルとかも親切ですしね。まあ、1999年となると、まあ、そういうのが、まあ、結構出てきましたけどね。まあ、親切なんで、やりやすいとも思います。この頃ね、RPG 作るとかにハマってたんで、当時少しやったくらいなんでね。またね、ちょっとね、思い返すという意味で、僕もね、じっくりやってみたいな、なんて思っております。はい、OK です。ございます。はい。富士。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。
富士富士